工事ね、案内板があるんだけど、住居跡表示、シンボルモニュメント、シンボルモニュメントと言いますんか、あれね。いやー、いやはや、これなんだろう。この家に来た時ちょっと気になったんやけど、なんだろうな、これ。ここは、なんて時空の丘です。現在と古代を結ぶ石の望遠鏡を覗いてみましょう。1500年前の柘植村の様子や人々の生活を思い描いてみてください。ははは、なるほど。モニュメントが見れるようになってますよ、モニュメントが。見えるかね、これ。ここから、これ。商店街があんかね。そういうことでございます。ここからね。モニュメントでちょうど、この先にね、モニュメントが立ってるんでございます。いつ来たんだろうな、ものすごい草が茂ってたような記憶残ってんだけど。ほら、これも高いね。これをこうやって見ると、前方公園も見えんだけど。これ、円墳じゃなかったかな。ほら、お花畑になってます。階段あるんですけどね。お花畑の間を。ほとんど人が来てないんですね、これね。お花畑になってるからね。おぉ、蝶々飛んでる。はい、ごめん。はい、モニュメントが見えてきました。いやー、モニュメントがちょっとね、あの前来た時もっと綺麗だったんでね、だいぶ日に経ったんかね。古代の役人でございますね、これはね。ありがとうございます。こんな色やったかな、もっとなんか色付いとったような気したんだけどね、勘違いかね。勘違いかもしれんだけどね。ここに地図が。いやー、この辺地図を見るとすごいね、古墳だらけでございます。三両坊西古墳、三両坊東古墳、一場古墳、三両坊南古墳、古代の柘植村。いや、柘植村でしたか。わしが見たいな、この奥はこれ上がってみようか。ここでね、ここでも思ったんよね、あの二人で来てあった人はね、こんないとこずっと回ってたんやけどね。ここはなんか記憶残ってますわ。こんなんでしたわ、上はね。はい、ハニワの列がずーっとね、回りと取り込んで、出土したものが色変えたんだけどね。やっぱり円墳でございますね、ここはね。こう見たらあれが東やからな。東、西、東、これが西古墳。これは東で、ここは西で。ということは、どっか、こっちが北、南はどっちだ。南はどっちになるんだ。こっちになるか。南何も見えないね。残念でございました。あの色がどうもわしがイメージ変わってんだけどね、モニュメントが。あんな色やったっけ。はい、ここ間違いなく円墳でございました。これで見ないもう一回。
西、東。南古墳はやっぱりこれで見ると安定かやな、あの辺やな。杉村、この色どうやったんやろな。なんかもっと色がすごい色してたような気したんだけど、ほら色がね。だからこっちやった。南は、南見てみろか。あら、駐車場もいっぱいあんねや。ここにもほら下に駐車場あるんですよ。あこかね、あの中かね。ここにも駐車場ありますわ。